パウルビルとパウルビルとは、ューリヒ州ホルゲン郡、ベデンスビル出身のスイスの天文学者で、多くの水星、小惑星、超新星を発見した。チューリヒ工科大学で数学と物理学を学んだ後、カリフォルニア工科大学で、フリッツツ・ビッキーのもとで銀河と超新星の探索を行った。帰国後の1957年に、ツインマーバルト天文台で彗星を発見したのを、 川切に新天体を次々と発見していった。2014年にベルンで死去。ビルトは1980年から1991年までベルン大学の天文学研究所の所長を務め、ベルン近郊のツインマーバルト天文台で天体の観測を行った。ビルトは以下のものを含む多くの水星や小惑星、超新星を発見した。特に有名なのは、 ビルト第二彗星である。ケンタウルス族から、現在の軌道に変わって間もなく、新鮮な彗星であることが判明したため、スターダスト計画の対象とされた。探査機により、彗星角の詳細な画像とともに、ダストのサンプルを持ち帰ることに成功し、水やグリシンの存在が確認された。探査機には、ビルト直筆の手紙も収められており、無事に帰還している。ありがとうございます。